藤谷蓮次郎です、えー。今日は私のお最も敬愛します役者さんであり歌手であり。えー、基本的に私の頭の中では、まあ、役者さんというイメージの方が強いんですけど、でも歌手としても、えー、彼の声っていうのは他に、えー、この音域で歌う人にはあんまりいないよなっていう魅力を感じさせる人でもあります。えー、その人の代表曲の一つ、はい、水谷豊さんの優しさ紙芝居をめぐって。 えー、水谷さんの優しさ紙芝居をめぐって、えー、とスタッフはこんな感じになります、えー、あまず1980年の7月の曲ですね80年80年代ですねあまあ80年までは80年代じゃないのかなちょっとその辺が曖昧ですけども81年から80年代なんかなまあ似たようなもんだからいいとしましょう、えー、1980年の7月です えー、作詞が松本隆さんがここで起用されています。松本隆さんです。えー、水谷さんの詞は、あの、揚げよう子さんとかね、えーまあ、松本さんが出てくる時っていうのは、多分これが最初だったんじゃないかなと思うんですが、作曲の平尾正明さんと編曲の石川隆彦さんは、あの、もちろん、その前に大ヒットを飛ばしましたカリフォルニアコネクションと同じメンバーです。 ただ、あの、松本さんが登場することによって、やはり非常にナイーブな感じの歌になりますよね。え人生って紙芝居で、え涙も笑,笑顔も続きは明日だよねっていう風に歌ってたりするんですけど、えこの曲のやっぱり魅力は、熱中時代という,う、まあ、大ヒットドラマの主題歌であったということもあるんですが、あのイメージが重なっているということもあるんですが、一曲としてもすごく、あの、 水谷さんって結構低い部分の声、えー、まあ大人の男の人の低い感じの声で歌う部分があるんですね。それが、あの、でっかい夕日をの最初のでっかーいっていうあの伸ばした感じとかの優しさですね。えー、これがすごくこう、わらべ歌っぽくててか、あの、 子供の頃若い先生とか、えー、年の離れた親戚のお兄さんとかがこうちっちゃい子どもたちに向かってそっと歌を歌ってくれてるみたいな感じがあってそれがすごく味わい深かったのがこの「優しさ紙芝居」詩の内容もですけど、えー、やっぱりあの水谷豊のまあミドルから下の方の音域に入る あの声の感じっていうのが最大限に活かされているのが、えー、この優しさ紙芝居と、私はあともう一つ、一番好きな曲で普通のラブソングっていうのがあるんですけども、この二つじゃないかと私は思っているんです。で、もうちょっと高いところで、逆に言うともともと低いところから高く行きますから、少しこう、 ナーバスなというかあのちょっとこうデリケートさが際立つような音になってくのが「アスカゲロウとか、えー、カリフォルニアコネクションも実はそういう感じなのかなでもあの「いつかは2人で行きたいのさ」っていうあのどうだろう私は前に澤田研二さんのア「あおん」母音が「あー」って音を伸ばすとジュリーは本当にかっこいいんだという文章を書いたことがブログの方であるんですが。 ひょっとしたら、水谷豊さんの超音符に来る時のあーって音もやっぱり負けずとかっこいいという気はするんですよね。かっこいいというか優しいんですね。この人があの,あの今回のでっかい夕日音と。それから、あのカリフォルニアコネクションの？のキ起動たあの音をですね。ああいうところを聞くと、この人の声っていうのはこの青音です。ごく輝くなという気がしたりします。 まあ私の勝手な思いなんですがえ水谷豊という人は今あんまりあの一時期ねまたあのカリフォルニアコネクションをもう一回出したりとかいうふうにあの歌手としても人をたくさん集めましたけどやっぱり力のある魅力のある歌手だというふうに今でも私は思っております。そそのののの中でで代表総務の一つが優ししさ紙芝居そして私はあと水谷豊さんの曲で 大好きなものといえば、えー、B 面の曲がいいのが結構あるんです、えー。この辺りの話もいずれできたらと思っております。それでは失礼します。